said it was the last time, but you keep coming back to tell me。皆さんこんにちは、しほです。今日はデリッシュキッチンの1週間献立のレシピで夜ご飯を記録したので、そちらを紹介していきたいなと思います。私の動画を見てくださっている方は普段から料理をされる方が多いと思うので、すでにこちらのデリッシュキッチンはね、知ってる方が多いと思うんですが、デリッシュキッチンでは毎日の朝ごはんやお弁当のおかず、ダイエットに嬉しい野菜たっぷりのレシピなど、家族が喜ぶ美味しいご飯のレシピが1分ほどの料理動画と解説で簡単に見れるアプリケーションです。今回私が利用したこちらの1週間献立は、毎日の献立気味に悩んでいらっしゃる方向けで、管理栄養士さんが栄養バランスや食事を誤らせないことを考慮して献立を丸ごと提案してくれるサービスです。私はほっこり一汁一菜で忙しい日をお助けという献立で作っている工程を記録したので、ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。では1日目始めていきます。はい、それでは始めていきます。まずじゃがいもの皮を剥いて、じゃがいもは1センチ角に切っていきます。1センチ角に切ったら水にさらしていきます。そして玉ねぎも切っていきます。玉ねぎも1センチ角に切っていきます。ブロッコリーを切って耐熱容器に入れて、水を少し加えてレンジで50秒くらい加熱します。鶏肉は小さめの一口大に切って、塩コショウを振っておきます。軽く揉み込みました。鍋にバターを入れて中火で熱し、先ほどの鶏肉を入れてバターが馴染むまで炒めます。蓋をして弱火で2分蒸し焼きにします。2分経ったらじゃがいも、玉ねぎを加えてしんなりするまで中火で炒めます。そして薄力粉を加えて粉っぽさがなくなるまで炒め、水を加えて混ぜます。煮立ったら蓋をして弱火で5、6分煮たら、煮込んでる間に次のマリネを作っていきます。ズッキーニは1センチ幅の輪切りにして、アスパラは根元を少し切り落として、ピーラーで熱した半分の皮を剥いて4等分にしていきます。ウインナーも斜めカットします。コーンチャウダーが煮立ったので、クリームコーンと牛乳、塩コショウで味付けをして、最後にブロッコリーを加えたら完成です。フライパンにオリーブオイルを入れて中火で熱し、ソーセージを入れて焼き色がつくまで転がしながら焼いていきます。ズッキーニ、アスパラも加えて、こちらもね、焼き色がつくまで焼いていきます。事前にあえておいた調味料に野菜を入れて混ぜたら完成です。はい、2日目やっていきます。たけのこは根元と穂先を切り分けて切っていきます。鍋に水、醤油、鶏ガラスープの素、胡椒を入れて、たけのこを入れて煮立たせます。そしてめかぶを加えてさっと煮たら、水溶き片栗粉を回し入れてとろみがつくまで混ぜながら中火で熱し、最後に溶き卵を回し入れてさっと混ぜ合わせます。そしたら卵スープの完成です。次は中華炒めです。ニラを4センチ幅に切って、人参は短冊切り
濃く切っていきます。椎茸は根元を切り落として、かさと軸を切り分けて、かさはね、5ミリぐらいの幅で切っていきました。で、豚肉は食べやすい大きさに切って、塩コショウを振って揉み込んでおきます。フライパンにはね、ごま油を入れて中火で熱しておいたので、先ほどの豚肉を入れて、おろしニンニクを入れ、肉の色が変わるまで炒めていきます。そして人参、椎茸を加えてしんなりするまで炒めます。ニラを加えて1分ほど炒めたら、酒大さじ1、お塩小さじ1/3、鶏ガラスープの素小さじ1/2を加えたら、さっと炒めて中華炒めの完成です。豚肉とニラの中華炒めと、こちらのスープがめちゃくちゃ美味しそうなんですが、めかぶとたけのこの卵スープです。美味しそう。はい、それでは3日目いきましょう。切り干し大根をね、水でもみ洗いして、水気を切って、食べやすい長さに切っていきます。オクラなんですが、板ずりをして、水で洗って水気を取ってから、ヘタとガクをね取り除いて、斜め3等分にカットしていきます。で、お鍋にお塩、お水、和風顆粒だし、おろし生姜、切り干し大根を入れて中火で熱して、煮立ったら蓋をして弱火で5分ほど煮ていきます。その間にささみとパプリカの黒酢炒めをやっていきます。で、パプリカは一口大に切っていきます。で、玉ねぎも切っていくんですが、玉ねぎも、くし形切りで切って、手で軽くほぐしておきます。食べやすい大きさに切って、塩コショウを振って揉み込んで、片栗粉を全体にまぶしておきます。最後にこちらはオクラを加えて、ごま油をね、さっと加えて混ぜたら、スープの完成です。で、フライパンにサラダ油を入れて中火で熱し、先ほどのささみを入れて、色が変わるまで焼いて、野菜もね、入れて焼いていきます。で、パプリカと玉ねぎがしんなりしてきたら、混ぜておいた調味料を加えて炒め合わせます。今夜にアフレコしてるんですけど、飯テロですね。すごく3日目完成しました。今日はこちらのささみとパプリカの黒酢炒めと、こちらのスープに切り干し大根という、初めての試みなんですが、切り干し大根とオクラのスープです。黒酢炒め大好きなので、ご飯が進みそうです。いただきます。はい、4日目です。今日は、なめことかぼちゃのお味噌汁ですね。かぼちゃを煮て、その間になめこをさっと洗っておきます。なめこを加えて、あとはお味噌をね溶かしたら、お味噌汁は完成です。そしてカツオのボリュームサラダなんですけど、カツオはね、塩を全体を振って、冷蔵庫で10分ぐらい置いて、キッチンペーパーで水気を取ります。かいわれ大根を切っておくのと、玉ねぎをねスライスしておきます。で、水に5分ほど探して、後でね水気を切っておきます。梅干しなんですが、こちらは種を取り除いて、ペースト状になるまで叩いておきます。ペースト状にした梅と、ポン酢大さじ1/2、オリーブオイル大さじ1/2、ポン酢とオリーブオイルは1対1の割合で入れて、ドレッシングを作ります。で、フライパンにオリーブオイルを入れて中火で熱したら、
先ほどのカツオをね入れて表面の色が変わるまで焼いていきます。約30秒ずつやりました。でお皿に先ほどの和えたねサラダを入れてカツオを乗せたら、完成です。はい、4日目完成しました。今日はカツオのたたきのサラダとかぼちゃとなめこのお味噌汁です。いただきます。はい、デイ5ということで最終日やっていきましょう。粗みじん切りにしておきます。でトマトはヘタを取り除き、種も取り除いておきます。ちょっと私切り方方向ちょっと間違えちゃったんですけど、1センチ角ぐらいに切っていきます。でエリンギは傘と軸を切り分けてそれぞれね角切りにしていきます。でフライパンにサラダ油を入れて中火で熱し、豚ひき肉、おろし生姜を入れてほぐしながら肉の、ね、色が変わるまで炒めていきます。でそしたらネギを加えて、あとエリンギもですね加えてしんなりするまで炒めていきます。そしたらあとはカレー粉をね加えて粉っぽさがなくなるまで炒めたら、トマトを加えて潰しながら1分ほど炒めます。でお水、お砂糖、お醤油を加えて混ぜて煮立ったら蓋をして中火で10分煮ていきます。カレーをね煮込んでいる間にスープを作っていきます。長芋はね皮を剥いてポリ袋に入れて麺棒で一口大に叩くんですけども、これはちょっと夫が手伝ってくれました。でみょうがは縦半分に切って切り口を下にして斜め薄切りにしていきます。で鍋に水、塩、醤油を入れて中火で熱して煮立ってきたら、私の大好きな実家から送られてきた鰹節です。長芋を加えて蓋をして弱火で2分ほど煮ていきます。他のことしたら吹きこぼしてしまったんですけども、で、みょうがをねさ加えてさっと混ぜたらスープも完成です。いただきます。はい、ということで今回はデリッシュキッチンの6月のおすすめ献立、ほっこり一汁一菜で忙しい日をお助けという献立を私は作ってみました。今回私が使ったプレミアムサービスのこちらの1週間献立では買い物リスト付きなので、買い物頻度を減らせたり食材を余らせることなく使い切ることができました。私が選んだものは特にそうだったんですけども、作り方も簡単時短なものが多く、忙しい人にはね特にぴったりだなと思ったし、私も使ってみてとても便利でした。最近は3食自炊という方やちょっとね自炊疲れをしている方も多いと思うので、このサービスぜひ、使ってみてください。そして最後に今回私が使ったプレミアムサービス通常480円が動画概要欄のこの下のリンクから登録していただいた方限定で3ヶ月無料で利用することができるみたいです。7月31日までなので、もしも気になった方は下の概要欄をチェックしてみてください。私もデリッシュキッチン内のハッシュタグ1週間献立チャレンジというものに参加させていただいています。ということで今日も見ていただきありがとうございました。それではバイバーイ。